そんなに昔あの黒魔術の噂があった人と思えないような、ホテルからテレビを投げ捨てた人と思えない、もう思えない、壁全部ぶち抜いたなんて、そんな話があるような人に思えないぐらいいい人で、ほいで、うん、まあジミー・ペイジのところを見て、で自分たちがもうねこうやって終わって、うん、こうやってでお仕事とかじゃねえ終わって全然もうテンションないコーナーはいどうも、はい、ありがとうございました、はい、次の仕事何時かよろしくねみたいな終わって、うん、でそれが最後の曲だったから、うん、そのステージに残したの、うん、そしたら全員がラインナップ、はいはいはい、得意でも僕らはバンドなんで後ろなんですよ、あくまでもね、ね、うん、あくまでも後ろ、うん、で後ろに曲、 あの曲が終わってこうやって、はい、このまま、はい、立ってますで前にラインナップされてます、でその日に出演したいろんなアーティストの人たち、うん、バーッと並んでます、真ん中にはジミー・ペイジが三千とね、あまた後ろ姿見れたみたいな、うん、そうちょっと同じステージに立ったみたいな、そうやったーって思って番組が終わりました、はい、でみんながはけてはける時に、はい、何気にこっちをジミー・ペイジが見た時に近づいてきた、彼の方からはい近づいてきて、来た手を出してきたんですよ、こうやってユーマスピー吉尾野村、そう、うん、昨日お前のことあの質問に答えたぜと、うん、もう、イエスイエス、プレイギターどのこの、イエスイエス、もうイエスイエスとうんしか出なかった、もうちょっとだけ英語は知ってるかなと思ったけどなかった、イエス、それ会話じゃねえよ、会話じゃない相槌相槌相槌、でも一応そこで交わしたと、交わしましたよ、ジミー・ペイジと、もう考えられなかった、でもそれはだからさ、やっぱりさ、うん、セッティングされたんじゃなくて偶然会うってさ、やっぱ嬉しいもんだよね、すごい嬉しい、よかったな、よかったね、うん、もうすごいよかったThank you.
会にしといたろうか。さあ帰ろう。帰りましょう。うん、これ以上やると上手になっちゃう。ね、やばい。やばいやばいやばい。やばい。マジになるぞ。やばい。まあ今後はもうちょっと勉強して黒帯取れるように頑張ります。Standing on the cliff by the ocean, nothing but the sun, it's shining. The burning sky puts on a magic fortune. Something hits me from behind. Sunset